九重椿。七。孫もすくすくと成長して、娘の家族と一緒に旅行になんかも連れて行ってもらったわね。この時ばかりは、娘婿が運転をしてくれて、楽だ楽だとあなたが言っているのが、なんだかおかしくって。あの、道中で買って食べた、高菜の入ったおまんじゅうは美味しかった。あんころ餅も、味噌芋も、すごく美味しかった。そういえば、あの時近くにあった射的場で、初めて射的をしましたね。みんなで何度も何度もやって、景品が落ちた時の鈴の音が心地よくって、年がいもなくはしゃいでしまって。自分で撃ち落としたあのおもちゃ付きのキャラメルがなんだか宝物みたいに思えて、大事に大事に一粒ずつ食べたのを覚えているわ。あの時、可愛らしい鈴のついたかんざしをあなたは撃ち落としてくれて、ほら、と手渡してくれましたね。薄紫色の上品なそれは、射的の景品の中では一等輝いて見えて、遠くに並べられていたそれは、私には難しくてかすりもしなかったのに。ありがとうございます。大事にしますね。旅館では浴衣がある。その時に使うといい。そうね、早速使わせていただくわ。不器用なあなたなりの精一杯のプレゼント、嬉しくてたまらなくて、カバンにも入れずにずっと握りしめていたのよね。娘が選んで連れてきてくれたお宿はとても素敵で、お茶と一緒に出されたおまんじゅうに衝撃を受けたのをよく覚えている。私はそこで初めてかりんとうまんじゅうを食べたのだ。カリッと揚がった外側にこしあんがたっぷりと詰まっていて、清志郎さんと顔を見合わせて、なんだこれはと目を見張った。もちろん中井さんにお土産として売っているお店も教えてもらって、上等なお料理に上等なお部屋、温泉もとても気持ちがよかった。あの旅行は嬉しかったな。娘がこんなに大人になるなんて本当に不思議でたまらなくて。お母さん、ただいま。ゆうこ、おかえり。大使は？もうちょっと後になるって。そう。ねえ、ゆうこ。なに？顔をよく見せて。力の入らない手をなんとか持ち上げる。ゆうこの温かな手に導かれて、ふっくらとしたその頬に触れた。ゆうこの手はいつだってぬくぬくと温かいのよね。でも今は外から来たばかりだからだろうか、ほっぺたはひやりとしていて、私の体温で温まればいいのにと思った。あったかい。そう、よかった。あったかいよ。うん、ゆうこは昔から寒がりだからね、ちゃんと着込まなきゃダメよ。母さん。どうしたの？母さん。はいはい、聞こえてますよ。嫌だよ。ねえ、ゆうこ、久しぶりに話をしましょうか。
さっきもね、清志郎さんに話していたのだけれど、あの時の旅行のこと、私ったらちゃんとお礼言えてなかったなって思ってね。すっごく楽しかったし、嬉しかったのよ。優子が行こうって言ってくれて、私の重い腰を叩いてくれたから、あんなにいい思い出ができた。優子、ありがとう。母さん、嫌だよ。お母さんは、優子の笑った顔が大好きなんだけどな。でも、優子の泣き顔は昔から変わってないわね。鼻の頭なんてくしゃくしゃにしちゃって。かろうじて動く親指で、優子の溢れてくる涙を拭ってやる。優子、優子。耳を貸して。何？顔を近くに寄せてくれて。ああ、優子の匂いだと少し泣きそうになったけれど、母親の意地で唇を噛んで我慢した。覚えておいて。ノートが裁縫箱の中にあるから、優子が一番先に読みなさい。その意図を察してくれたのか、ぐっと抱きしめられた。しばらくして体を離され、改めて見た優子の顔はぐちゃぐちゃに涙に濡れていて、なんとか手を伸ばして拭いてやるのだけれど、後から後から溢れてくるものだから、拭いきれなくて少し悔しかった。